はい、でまず皆さん過去形です。日本語だと例えば昨日スーパーへ行きました、昨日ベトナム語を勉強しましたなどですね、はい、まあ、過去に起きた物事や行動を表す表現です。でベトナム語では動詞の前にだだだという言葉をつけて話します。はい、だんです。このだんは、まあ、過去を表す言葉です。いいですか。主語だ、動詞という形となります。このような語順で話します。例えば食べるはあんあんですね。食べました、だあんだあんと言います。飲むうんうん、飲みました、だうんだうんです。行くりり、行きました、だりだりです。勉強する